はい、皆さんどうもこんにちは、ケンです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今俺はですね、神奈川県川崎市、いつもの東扇島の方に来ています。今日はね、皆さんの方にどのような内容の動画をお届けするかと言いますと、ついに私長距離復帰第一線でございます。イエーイ。ようやくね、久しぶりに、上からなんか降ってきた、すいません、なんかいる、上から降ってきた。はい、 OK です。ここ空いてたのか。今日長距離復帰便ですって言った瞬間に、なんか上から物が落ちてきてね、頭直撃しましたけども、はい。今日はね、ここ東扇島の方から荷物を積みまして、なんと愛知県ですね、愛知県の方までお邪魔する仕事になっております。ただね、ちょっとね、数量が、まあそんなに大きい荷物ではないとは思うんですけれども、数量がね、俺細かい荷物あんまり得意じゃないんです。1700ケース、まあ1700ケースってことは、おそらく本当に平べったいやつとか、めっちゃちっちゃいようなケースものなんじゃないかなというふうに勝手に自分は思っておりますけどもね、はい、おそらくそうであってほしいと願うばかりです。いやー、ご飯食べてないんでね、弁当でもって思ってきたんですけども、もう終わりじゃないかな。おばちゃんもういないでしょ。どうでしょうか。いつもそこのとこにいるんだけどな、見えますかね。おばちゃんはもう帰ったですね。帰ったようでございます。何をやってんのかな。普通に行けるだろうもん、行けよ。弁当屋さんは来てません。もう帰っちゃいましたね。残念でございます。ということでね、飯は放置して積み込み行きましょうか。仕方ない。いやー、なんかやっぱね、月が変わって、月が変わって6月になったら物量が急に多くなりましたね。5月はね、後半の方だいぶ物量落ち込んでたんですけど、まあその落ち込んでたっていうのなんでわかるかというと、やっぱこういうことなんですよ。こういう冷凍の倉庫とか全然並んでなかったですね。で今日はすごい台数来てますよ。月が変わってからで、ね、1回目の平日になるんで、というと日にちがバレてしまうけどね。はい、よいしょ。なんだ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 、今度はヘルメットがなんか落ちてきましたよ。忙しいな。よいしょ。ということで、ちょっとね、受付して積み込みの方とりあえず行ってきたいと思います。なんかバタバタですみません。バタバタというか、なんつうか、ちょっといろいろとありまして、飯食いたかったけど飯食えない、残念です。はい、ドンパチ食堂でも寄ってくるかと思ったけど、ちょっとそこまで時間に余裕はないかな。食べを積み上がってからでも寄りましょうか。はい、ということで向かっていきまーす。
当たりました当たりました。同じの顔。やった。当たったよ。ラッキーですね。この間も当たったんですよ。ここじゃないとこで。なんか高岸当たるんじゃない。よし。ありがたいっす。ね。どうも。はい、積み込みの方が終わりました。さすがにご飯を食わないで。はい、もうね腹減って、力が
今ね、ここは静岡県の沼津市になるのかな、そちらの方まで走ってきました。今走ってるのはね、これは新東名ですね。新東名の方走ってます。はい、やっぱ久しぶりのなんか長距離ってことで、ね、ちょっとワクワクしてますね。はい、まあ速度もね80キロクルーズでずっと走ってます。やっぱ新しい車ですね。80キロのクルーズでだいたい重量が10トンぐらい積んでんですけども、10トン積んででもね、きっちり80キロぐらいで足柄の上り坂ですか、登ってくれましたね。やっぱ古い車とは違う。そしてこの車ね、410馬力だったかな、400馬力だったからな、それぐらい馬力があるんでね、やっぱり上り坂トルクがあって強いですね。はい、ということでね、私ここ長あーっとここは沼津、駿河湾沼津のねサービスエリア、そちらの方に立ち寄りまして、ご飯ですね、ご飯にしたいと思います。大型枠が満車ってなってますね。まだ時刻は17時をちょっと回ったぐらいなんですけども、もうすでに大型枠がいっぱいなんですか。あらら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 ら ら, ら、それはちょっと大変だぞ。すごいねえ、すごい止め方してる方もいらっしゃいますけど、さすがにちょっとこういう止め方はできないな俺はな。ケツがもう半分通路にはみ出ちゃってますね。よいしょ。あー満車ね。まあでもどうなんすかね、これは。でもこっち側を来るとあれなんだよな、失敗したな俺。こっち側来ると止めるとこってほんと限られてくんだ俺。あっち側から攻めてこなきゃないんだよ。あーやらかしたかもしんないぞこれ。ダメかな、どっか開いてねえかな、半分逆走になっちゃうからな。かなり離れたところになっちゃうけどな、止めれねえかな。こっちは何ですか、トレーラー専門なんですかここはトレーラー専門なの、何。あ、ここはあれね、20数メーターの超長いトレーラー専門のとこなんだ。あ、ってことはもうここダメだわダメですね。あーなんかびっくりドンキーでも久しぶりに寄りたかったんだけど、ちょっと駐車場枠、私は走行してくるルートちょっとミスったな。まあいいや、ではどうしようかな。ここは諦めて、怖いな。よし、あそこまで走っていきましょう。なんつったっけ、ラーメン屋さんがあっとこね、そこまで走っていきますよ。うん、まあ4時間経たないでそこまで、東大口島から出発してきてね、4時間経たないで行けると思うんで。ああれれ、うん、何でしたっけあそこは。まあ、とにかくそこのラーメン屋さんあるパーキングエリアに行きたいけど、駐車場の情報を見ながらですね、やっちまいましたね。あー、びっくりドンキー食べたかったな、失敗したな、ね、はい、では向かってきます。やらかした。まあでもここから綺麗な景色見えてますね。ちょっとサービスエリアを寄って駿河湾の綺麗な景色皆さんにお届けしたかったんですけど、ちょっと残念です。はい、では向かっていきます。はい、今ね藤枝市の方まで走行してきました。あと1キロでね藤枝のパーキングエリアですね、そちらに快適屋さんっていうラーメン屋さんがあって立ち寄りたいんですが、駐車場がね
シャってなってんですよ。果たして本当にマーシャなのかどうかわかんないんですけども、ちょっと立ち寄ってみましょう。俺はここでラーメンを食いたい。朝も昼も食べてないんで、もうラーメン食いたいですね。腹ペコです。でなんかね、岡崎東から事故で30分ってなってるから、やっぱここでね、急速とか入ってるドライバーさんがきっと多いんだね。だから余計なお皿満車状態になってるんだと思います。もうここまでね、いっぱいになってますね。ただちょっと危ないですよね、こういう場所にね停車するのは。まあ、追突事故が起きた場合はこれは駐車違反の切符を切られてしまうんですね。いっぱいですかね。どうなんでしょうか。開いてて欲しいな。どっか止めたいですね。よいしょ、どうかな。いっぱいですね。満車混雑を混雑ってなってるってことは空いてるってことじゃないですか。2列目どうかな。センサーみたいなのがこれどういう風な感じでなって、空いてる状態って反応してるのかがわかんないんですけども、これ空いてないですよね、実際のところ。いっぱいじゃないですか。混雑ってなってくる、空いてんのかな。そこは開いてますかね。開いてないじゃないですか。あらら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 、これまた、いやーでもちょっとこの先はちょっと行けないな。あそこ開いてるな。ちょっと難しいかな。はい、逆走したわけではないんですけども、なんとか止めることができました。ちゃんと安全確保してね、止めれました、枠の中にね、はい。やっぱね、こういう YouTube をやってる都合上、変なところに駐車してご飯を食べてたりすると、やっぱ会社背負ってますんでね、ちょっとまずいんですよね。はい、ということでこれからご飯食べてきたいと思います。はい、ちょっとトコ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 だいぶ遠いところから歩いてきましたけども、ちゃんとね駐車場の枠に止めることができてよかったです。はい、こちらがね藤枝のパーキングエリアになります。看板上がってますね。京都北白川ラーメン怪力屋、こちらの方でご飯にしたいと思います。ちょっとねその前にトイレに立ち寄ります。はい、トイレ、やっぱね新東名のトイレはねどこも綺麗ですね。できてそんなに経ってないんで、はい、ということでちょっとトイレ結構まあまあいっぱいいっぱいなんです。はい、ではちょっとトイレ寄ったらまた撮影の方再開します。はい、呼ばれました、呼ばれました。はい、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 今ね頼んでたラーメンができてきました。これはねコクうまラーメン、油多め麺固め、あとこれはチャーハンの大ですね。はい、おかげさまでね俺もこんなに食べれるようになりました。それではちょっといただきます。このスープがうまいんですよ。これ背脂たっぷりうまっ、たまんないっすねこれ。あー、おいしい。久しぶりに食べたけどほっぺたが落ちそうですね。はい、でねネギはね追加しないです、あんまり俺は。っていうのも
あんま追加しちゃうとぬるくなって食べれなくなっちゃう、食べれなくてかぬるくなっちゃうんで、麺はこんな感じ。結構あの博多の豚骨ラーメンに近い感じですね。細麺です。いただきます。たまらなくうまいです。でチャーシューは薄切りチャーシュー、こんな感じ。ちょっと切れてしまいましたけど、久しぶりに来たけど本当に美味しい。でチャーハン、チャーハンです。いただきます。あのね、この怪力屋はね、チャーハンもうまいっすね。やっぱりこのうまいっすよ本当に。あの高速道路の上ではあんまりめったにラーメン食べないんですけど、ここはやっぱり別格ですね。あのラーメンのチェーン店だけあって本当に美味しいラーメンです。美味しい。ということでね、あと少しゆっくりいただきましょうかね。焼き飯、焼き飯チャーハンだね。チャーハン大とね、これはコクうまラーメン、油多め麺固め。はい、ではいただきたいと思います。もう食べてるけどゆっくりいただきます。はい、今ねラーメンチャーハンお腹いっぱい食べて、あと明日のもう朝ごはんも買っちゃいました。朝ごはんとかタバコとかね、その他飲み物、そういうのも購入してきまして、あとはこちらの方で時間調整と休息ですね、それを取ってから出発していきたいと思うんで、まあ今ちょっとこんな幻想的だな、夕暮れこんな感じの景色ですけども、多分はいどうもおはようございますなんていう頃には多分真っ暗になってるかと思います。はい、ご覧の通り駐車場の方はいっぱいね、日本全国からいろんなトラックが集まって、ほとんどの人はもう休息入ってるのかな、フルカーテンでお休みになられてる方が多いですね。はい、ということで俺もこれからねしばし休息に入りたいと思います。はい、どうも。今ね4時間ちょっとパーキングの方でね休息しまして、これから愛知の方再出発ですね。おそらくあの高速降りる頃にはもうとっくにね12時回っているんじゃないかなというふうに思いますよ。まあここからだいたい2時間半ぐらいでですかね、到着、あの目的地の方に到着する予定です。ということでね、一路、愛知県向け再スタートしております。はい、今ねここは宇佐美の何店なのか分かりませんけれども、目の前に山岡屋がある
宇佐美ですね、そちらの方到着しました。今ね、給油は済ませました。この後あとはシャワーですね。シャワーを浴びてリフレッシュして、あと目的地の方向かうような感じですね。とりあえず綺麗にしていきましょう。はい、換気のシャワールームですね。たまに間違った穴が出がらめるようにしてしまって、冷たい水が体にかかるっていう経験も皆さんもあるかと思いますけどもね、比較的綺麗なシャワールームだと思いますよ。ドライヤーといろいろアメニティグッズっていうのかな、ひげ剃りまで完備してますね。ラブホテルみたいだ。はい、すごいね。ではちょっとゆっくりしましょう。はい、今ね、宇佐美の方でシャワーをお借りしましてね、すっきりしてきました。今日のね、積み込みでかいた汗もね、めちゃくちゃすっきりしました。お、昭和食堂って懐かしいな、ここな。ここら辺で仲良くしてたね、方と一緒に行きました。よかったね、居酒屋さん。また行ってみたいですね。はい、ということで、とりあえずね、今日はこれにて終了って感じです。あとは目的地の方についてね、夜間受付して朝までゆっくり休息に入りたいと思います。それではまた皆さん、明日の朝ね、おそらく荷下ろしの場面からだと思いますけれども、お会いしましょう。それではおやすみなさーい。はい、どうも皆さん、お疲れ様でございます。今荷下ろしの方が終了しました。あれ、干物食堂ってここにもあんだ。いやー、すごいお客さんだね。お昼まだならないんだけど、トラックも来れるんですね。初めて知りました。四日市にしかないと思ってたら、なんとなんと愛知県にもあったんだね。ちょっと機会があったら来てみますかね。美味しい干物が、まあ、リーズナブルではないですけども、ほどいい値段で食べれるお店でございます。はい、荷下ろしの方、なんとかカットが終わりましたよ。パレット枚数でいうと30何枚ですか、6枚ぐらい。1700割る1パレット48だったんでね、なかなかちょっと私はあまりこういう荷物が得意じゃないです。これよりやっぱり重くて個数が少ない方がね、まだいいね。皆さんはどうですか。でなんか2個ずつ持とうと思ったんですけど、まあ、たまには2個持ってたんですけど、手の入る隙間がないし、手直ししなきゃならないんで、まだちょっと面倒くさかったんで、もう開き直って1個ずつ下ろしてましたね。はい、ということで、まあ程よく時間もかかりました。はい、ということでね、本日の動画ですよ。どこだ、川崎ですね。神奈川県川崎市の方から冷凍品積んで愛知県の方に走ってきて荷下ろしするというような内容の動画になりました。私はね、この後今日は積み込みありませんので、ちょっとその辺でね、ゆっくりしつつ、明日積みが大阪って言ったかな、なんで大阪の方に移動をかけたいと思います。最後の最後までね、ご視聴いただきありがとうございました。また YouTube の方で皆さんお会いしましょう。